まあ、いろんなハプニングとかね、まあ、今回も三谷幸喜がまたやってくれましてね、おお。ずっと来なかったんですよ。はいはい、おっしゃってましたね。もう、始まって3日間ぐらいは劇場来てたんですけど、その後もう一切来なくて。はい。で、いきなり、千秋楽の前の日に来たんですよ。はい。千秋楽の前の日に。うん。で、最初はいなかったんですよ。うん。始まった時は。はい。で、舞台が、の始まった途中から現れたんですよね。ほう。だから僕ら知らないんですよ、来たこと。はいはい。で、芝居の中で僕が、こう、浅野和之さんと、梶原善さんの楽屋を訪ねるっていうシーンがあるんですよ。お二人にその舞台の変更点をこう伝えるはいためはい。に、座長の、楽屋に来てくださいっていうシーンがあるんですよ。で、俺が、まず浅野さんの部屋をノックして、トン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 ってノックして、そしたら、バーって、ジェフリーが出てくるんですよね、浅野さんが。で、出てきた瞬間に僕が、もう立て板に水の人ですからね、ノーマさんは。後ほど座長からお話があります。楽屋に来てくださいって言うわけですよ。それがガチャッと開けた瞬間に、浅野さんの隣に三谷幸喜が立ってるんですよ。二人立ってるんですよ。お客さんからは 見えないんですよ。見えない客でからすは見えない。か。ああ、客かいらや、は浅野面さんが、楽屋から出てくれば、浅野さんだけが見える。白い。ああ、なるほど。ほんで、もう一気に、おもろいし、びっくりするしね、はいきなり噛んだんですよ。い。なりますわね。楽屋に座長のお話が、みたいになって。ほんで、そのドアバタンって閉めて、今度、隣の、善さんの楽屋をノックするんですよ。で、ガチャって開けたら、当たり前のようにまたいるんですよ。しかも、なんかね、音出してんですよ、ずっと。え？音を出してる、なんか。音。ずっと、俺にはずっと舌打ちしてるように聞こえたの。みたいな。何舌打ちしてんのよ、みたいな。絶対一列目聞こえてますよ、あれ。そんで、俺ね、そこまで順調だったのに、噛んじゃったわけ、一回。そこでね。で、この舞台ってやっぱもう、ものすごいセリフ量と、ものすごいスピードなんで、やっぱ油断すると噛むんですよ。やっぱね、やっぱお客さんの前でやっぱ噛むっていうのはやっぱ許されないことですよ、やっぱりね。がっかりされるから。で、まあでも、まあ、三谷幸喜のいたずらもあったし、ぐらいに思ってたんだけど、だんだん後半になるにつれて、でも待てよと、俺もう一回噛んじゃってるな、みたいな。一回だけならまだしも。これ二回噛んだらさすがにお客さんから、大泉くん随分噛んだねって言われちゃう。ああ、はいはい。そう思った瞬間に俺めっちゃ硬くなっちゃって、やべえ、俺もう今日噛めないって思っちゃった。なんか自分の中でね、まあ、一度ぐらいはまあそんなに気にならないと。人の舞台見に行ったって噛む、全く誰も噛まない舞台なんか正直そうないからね。まあ一回ぐらいはいいでしょうと思ってる、俺の中でも。だけど、一回ぐらいいいだろうという余裕があるから噛まずにいけるんだよ。もう一回噛んじゃって、やべえ、俺もリーチだみたいな。今日噛んだらもうやばいぞと思った瞬間、めちゃくちゃ緊張しちゃって、その日、さらに噛んだんですよ。2、3回噛んじゃったの、俺、結局。一番最後の、一番大事なところで、なんか、俺がね、座長が書いた、我が人生っていう本を読むんだけど、ただ本を読むところで噛んじゃって、俺。あら、あら。もう2回ぐらい噛んじゃった。あ、キャ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 みたいになっちゃって。あれ。うわ、もう最悪だと思って。そんな時に限って、福山雅治さんとか見てたんですよ。いや、今日か、みたいな。ああ、ありますよね、そういう巡り合わせね。ほんで、終わった後、福山さんが楽屋来てくれて、あ、ちょっと、いや、今日はちょっと、失敗してしまいまして、すいませんでした。いやいやいや、とってもチャレンジングな役だったね。チャレンジ。チャレンジングだったって言われて、福山さん、いいとこ見せれんかった。三谷さんには何か言ったんですか？終わった後。終わったところじゃない。俺1幕と2幕の間に、何してんすか？あんたって俺に言ったの。そしたら、向こうは向こうで俺に開口一番、がっかりだってわけ。がっかりはこっちだよって。喧嘩ですね、それは。この程度で噛むとはがっかりしたって。こっちはね、って、君だと思って信頼していたずらしてるんだって。ふざけんなって。信頼していたずらするんじゃないよって言って。
いや、もう本当にがっかりだ、君には。もう、あの人にはね、本当に。まあ、今回もね、なんかちょっと朝日新聞のコラム書いてくれたからな。お。三谷さん書いてくれた。あら、まだいいことを書いていただいたんですか。いいことっていうか、はい、まあ、いいことももちろん書いてくれてるし、はい、あとは、いかに俺が初見の、その、みんなの顔合わせの読みの時に、棒読みだったかっ棒読みっていうのはこうやって読むんだっていうぐらいな棒読みだったって書いてある。それでしょ、書きたかったかな。はい、なんかいろいろありましたけどね、はい。まあでも本当に大変素晴らしい舞台出させていただきまして、応援していただいた皆さんありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとう。